中学受験トップ合格、つるの剛士の秀才三女の驚愕ノートと勉強量。タレントのつるの剛士さんが SNS で中学3年の三女いろさんの英語学習ノートを紹介しました。ノートは小さな文字でびっしりと書かれ、英検準一級の問題集もボロボロになるほど勉強している様子につるのさんは驚愕と称賛しています。いろさんは小6で英検2級に合格し、トップで中学受験に合格した秀才です。コメント欄には彼女の努力を称える声が多く寄せられています。みんなの反応。つるのさんは短大で幼稚園教諭と保育士資格を取ったんだよね。働きながらだから大変だったと思うけど、親が勉強する姿を見せるのが子供には一番いいんだって。最近の子供たちの英語力ってすごいよね。幼稚園から英語を学ぶところもあるし、小学生で英検持ってる子も多いんだって。我が子の同級生も11歳で準2級受けるらしい。私の時代は中3で3級が普通だったけど、今の子は小学生で覚える単語が昔の3倍らしいよ。苦手な子も増えてるみたいで、格差が広がりそうだね。中学1年生で英検準1級に合格するのは本当にすごいことだよ。小学生から英語を習っていると3級までは割といけるけど、準2級からは長文が難しくなって、小学生で合格するのはかなり頑張った子だけなんだ。準2級と2級の間のレベル差が大きくて、小学生で2級に合格するのは厳しいんだよね。僕も小学生の2級のレッスンをしてるけど、長文を日本語で訳しても理解できない子が多いんだ。2級以上は知的好奇心が高くて、日本語でもたくさん本を読んでる子じゃないと合格は難しい。準1級になると、時事問題や環境問題について普段からニュースを見て、自分の意見を持ってないと無理なんだ。マークシートだけじゃなくて英作文もあるから、中1で準1級に合格するのは本当にできる子だよ。小6で英検2級もすごいけど、中学受験しながら英検やるのがすごいよね。中学受験は英語ないし、他の科目で忙しいのに。しかも免除制って本物だよね。私なんて勉強すぐ忘れちゃうから羨ましい。勉強に時間を費やせることがすごいよね。勉強したい人は多いけど、実際にやるかどうかが大事。勉強で達成感を味わえるのは羨ましいな。教育の仕事をしていて、遺伝と環境の影響を実感してる。鶴野さんの将棋の実力や娘さんの教育を見て、自答の良さと教育の大切さを感じる。勉強しなさいというより背中で見せることが大事だと思う。諦めず努力できるのは自己肯定感と家族の支えがあるからかも。鶴野さんが娘さんのノートを見て驚いたって話だよ。ノートには小さな文字がびっしりで、黒、青、赤のペンで書かれてて読めないくらい。英検準一級の問題集もボロボロになるまで使ってて、すごい勉強量が伝わってくるんだって。鶴野さんはバラエティでおバカタレントって言われてるけど、実は頭がいいんじゃないかって思うよね。パパも頑張らなきゃって感じたみたい。東大卒の友人がいて、彼は本当に賢いんだよね。言語は独学でマスターして、分厚いテキストも一晩で覚えちゃう。留学は奨学金や企業の制度を使って、自分のお金は使わないんだ。会社でノウハウを得たら転職して、最終的には企業。飽きたら会社を売って、知り合いの会社で顧問をしてる。天才って本当にいるんだなって思うし、彼の見てる世界は一般人とは全然違うんだよね。高校時代、赤ペンで書いて覚えるのが好きだった。みんな勉強法は違うよね。鶴野さんの家は英語教育に力を入れていて、次女は中1から留学、三女も幼児期からプリスクールに通ってるんだって。家族で海外旅行もよく行ってて、英語に触れる環境を作ってるみたい。子供の学力は親の経済力に影響されるって話もあるけど、三女は偏差値40くらいの中学に通ってて、英語に特化してるんだね。鶴野さんが家で勉強してる姿を子供が見てるから説得力があるんだね。努力はすごいけど、2歳から英会話を習ってバイリンガルになった子たちと比べると、独学でマスターした子の方が立派だと思う。富山の天才少女淵賀ミリオンさんは自宅学習で小3で漢検2級、小4で英検1級、数検2級に合格し、中国語も2ヶ月でマスターしたんだって。本人の努力もあるけど、ご両親のサポートが大きかったと思う。俺は英検3級までは取れたけど、準2級以上はヒアリングが難しかった。外国人に道を聞かれた時、スマホで説明しちゃった。出川イングリッシュみたいに話せるようになりたいけど、変な英語で怒られるのは怖いな。子供が中2で英検2級合格したけど、会場に幼児や低学年の子がいて驚いた。自学できるのは才能だね。
羨ましい。私立の中高一貫校っていろいろあるけど、どんな中学校に入ったんだろうね。高校からだと普通の成績でも入れる学校もあるけど、トップ合格して授業料免除はすごいよね。親孝行かも。でもこの家庭なら免除いらないかもね。語学力を生かして外交官も良いね。選択肢が広がるのは素晴らしい。山手学院の特待はすごいよ。偏差値54だけど、実際は御三家レベルの子が取るらしい。若いうちにいろいろ挑戦して世界から日本を見てほしいってことだね。親が頑張って勉強してる姿を見せると子供もやる気になるよね。親が何もしないで勉強しろって言っても響かないよ。成績や検定合格だけが目的じゃなくて、将来どんな職業に就きたいかが大事だよね。夢を持たせることが大切だから、何になりたいか聞いてあげるのが良いと思うよ。中学受験に集中してたらもっといい中学行けたかもね。受験は長期戦だから力を抜くことも大事。中3で準1級なら天才じゃないかも。上を目指すと化け物級と戦うことになるから潰れないようにね。鶴野さんは九州男児で、娘さんもその影響を受けてるみたい。湘南に住む理由も納得だし、故郷にもよく帰ってるんだって。自分で努力できる子はすごいね。進学できるといいね。鶴野さんの高校偏差値は55くらいで、おバカキャラはあくまでキャラで底辺じゃないよ。鶴野さんは頭は悪くないけど、勉強に興味がなかっただけだと思うよ。英検準1級落ちた帰国子女です。日本の英語教育は読む書くは得意だけど、聞く話が苦手な人多いのが不思議。みんなの反応としては、イロさんの努力と成果を称賛する声が多いです。彼女の英語力や勉強量に驚き、親の影響やサポートの重要性を感じる意見が目立ちます。一方で少数意見としては、経済力や環境の影響を指摘する声や、独学での学習を評価する意見も見られます。当チャンネルの意見としては、鶴野健さんの三女イロさんの英語学習に対する熱意と努力は本当に素晴らしいと思います。彼女のように若い頃から高い目標を持ち、努力を惜しまない姿勢は多くの人々にとって大きな刺激となるでしょう。親が勉強する姿を見せることも、子供にとって良い影響を与えるのだと改めて感じました。